今野忠明は、地方競馬の川崎競馬場安池整備級者所属の、騎手。また、同競馬場の騎手会会長も務めている。川崎競馬の鈴木敏一級者所属としてデビューし、1994年10月15日、川崎競馬第9競争で、初騎乗、この時は7着であった。初勝利は、同年12月10日、川崎競馬第4競争で挙げた。 重賞は2001年の金牌で初勝利を挙げ、翌年の鎌倉記念の勝利が地元重賞の初制覇となった。さらに、東京二歳優秀品馬にも勝利し、南関東公営競馬の G1 初制覇となる。2004年9月8日には、浦和競馬場での先玉杯をロッキーアピールに起乗して優勝、ダートグレード競争初制覇となる。 2002年に初めて年間100勝以上を記録。ナーグランプリ2005ではベストフェアプレイ賞を受賞し、2006年には地元住所を故障し、通算1000も達成した。さらに11月12日の東京競馬場で行われたオーロカップで大和バンディットに起場し、JRA 初勝利を挙げる。11番人気の低評価を覆してのものだった。 ちなみにこのレースでの2着は、恋歌に起乗していたのは当時大井競馬場に、所属していた内田博之で、JRA のメインレースで、地方競馬所属騎手が1.2着を占めた。翌週の11月22日の浦和記念を、K.I. ミリオンで逃げ切りダートグレード競争を2勝目となった。また、川崎競馬場の騎手会長を務めていた。 岡村祐樹騎手が2006年7月31日付で引退したことを受けて同年8月より同競馬場の騎手会長に就任した。2007年7月11日に行われたジャパンダートダービーではフリオーソに騎乗し統一ジェイプニー競争初制覇。9月22日、JRA の場外馬券発売施設ウィンズ潮止めへゲストとして招かれ。 トークショーとチャリティーサイン会が行われた。2008年3月26日に行われた、景品杯では有力馬のディラクエに起場し、日着のディアヤマトに小場審査をつけ圧勝し、南関東三冠の主役となるが、結果として無冠に終わる。その後しばらくは、重症価値から遠ざかったが、同年10月22日に、船橋競馬場で行われた平和賞では、 北海道競馬所属のちょっとごめんなに起場し、叩き合いを制して勝利した。これは病気の宮崎光之の代打として、急遽起場が実現したものであった。2009年に入ると、地元、川崎での正月開催で急勝、1月14日に、浦和競馬場で行われた、ニューイヤーカップを、モエレエターナルで制するなど、好スタートを切る。9月16日の多い第3レースで、 荒山勝則9社のテラザ・クラウドに騎乗して、通算1500勝を達成。第10レースでは同じく、荒山厩舎の不採地未来で、トゥインクルレディー賞を制覇し、厩舎の重賞初制覇をもたらした。12月には JRA から川崎へ移籍した、アイドルホースゆきちゃんを手代わり2戦目で、クイーン賞制覇へと導くとともに、自身は2007年7月以来のダートグレードレース。 制覇を達成した。2010年に入ると、1月20日に、大井競馬場で行われた TC 形状酒月じゃないを、ゆきちゃんと共に出走して、勝利を収め、6月9日に行われた、京成盃月グランドマイラーズでは JRA から、転入4戦目の上がり馬、ディアーウィッシュに、重賞発制覇をもたらした。2011年3月11日、 所属先の鈴木敏一長教師が制御。これに伴い、同年3月14日付で、内田勝義9社へ、暫定的な所属変更となり、7月9日付で、安池成美9社へ再変更。レースでは、ディアーウィッシュに、京成坂月グランドマイラーズ連覇をもたらし、条件クラスで4連勝中だった、テラザ・クラウドを、オープン格上げ初戦ながら、 東京記念制覇へと導いた。2012年に入ると TC 形状お酒じゃないを春さんさんで制覇。春には5月9日の羽田盃をアートサハラで、その翌日の東京プリンセス賞をアスカリーブルでそれぞれ制し、南関東クラシック S 一重賞の2連勝を果たした。2013年1月31日川崎競馬大。 6競争 C32 組3組条件戦を、オースミストーンで優勝し、地方競馬通算2000勝達成。2015年6月3日に、大井競馬場で行われた第61回、東京ダービーを、ラッキープリンスで制した。2019年10月22日、川崎競馬第3競争を、ブレッザバラーレで優勝し、地方競馬通算2500勝達成。 1996年より獲得賞金から藤沢市内の児童養護施設に寄付を続けている。この児童養護施設は、コンロ自身が8歳の頃から中学卒業まで入所していた施設であり、毎年末に本人が直接寄付金を届けている。この寄付行為が評価され、2007年5月16日、神奈川県知事より感謝状が贈呈された。また、2008年には、 社団法人日本フィランソロピー協会が主催する第11回街角のフィランソロピスト賞を受賞した。ありがとうございます。